睡眠導入剤などのいわゆるデートレイプドラッグと呼ばれる薬物を使った性犯罪を根絶しようと、警視庁は相談に訪れた人が薬物を使われたかどうかをその場で簡単に鑑定できるキットを開発しました。少しでも被害者の方のためにですね、早く捜査を進めて被疑者を検挙するということで、第2、第3の被害者が出ることを防ぎたい。警視庁によりますと、デートレイプドラッグによる性犯罪は、飲食物に混ぜられて意識や記憶を失い被害に遭うケースが多く、ここ数年都内で毎年20件ほど起きています。体内に薬物があるかどうかの検査は、従来の本鑑定では判定が出るまで1ヶ月ほどかかるケースもありましたが、開発された検査キットは尿をかけて数分でわかるということです。警視庁はこの検査キットを都内の離島を除くすべての警察署に配備していて、速やかな初動捜査だけでなく適切な被害者支援にもつながると期待しています。